毎毎度毎度ベンメイブリですこれ以上ない、えー、解説直後、感想ですけども、本当に直後、本当に終わったばっかりで、今、えー、ホテ都内のホテルに歩いて帰りのところですが、ウルーズがなんとマンチェスターシティ相手に2対1の勝利を挙げました、マンチェスターシティが今シーズン初めて、プレミアリーグ戦で。 勝ち点を落としたそして公式戦連敗ということになりましたが果たして何が起きたのでしょうか、まあ、同時開催の試合が6試合もあってユナイティド戦もあってアースナル戦もあってマンチェスターシティの試合、えー、フルで見られていない方も多いかと思いますけども他の試合見ながら途中経過を見たり驚いた方も多いかなと思いますけども確かにマンチェスターシティがちょっとおとなしいというか 本調子じゃ,じゃないといとうのも感じましたなかなかハーランドに決定機が作れないというのが前半5分ぐらいにあった一度だけあった、えー、裏を取ってそれで2人が同時に裏を取ってオフサイドはなかったんですけども中に入ったボールをなんとかなんとかドーソンがインターセプトしましたでそれを見たらこんな早くルーズのピンチをシティが作ったんだったら、まあ、先制するのが。 時間の問題かなと思ったのですが結構苦しい頭10分を乗り切ったウルスが12分で初の攻撃で先制点を奪いましたで本当に奪ったんですけども1週間前のルートン戦と同じようにもうサポートがほぼ誰もいないハーフウェイ付近から一人で走っていくしかないネットが右サイドをまた攻めて2人のタックルを 乗り越えてバランスを崩すことなくずっとボールをキープしてカットインをしたら、まあ、折り返したボールがディアスに当たってオンゴールでそこはちょっとウルズからするとラッキーな部分がありましたもう前半確かウルズアテンプスゼロで1点は奪ってたんですけどもその後ウルズの守備の組織守備の連携が非常に良かったと思いますよ。あの まあいつもの4二2二 2, 2のような形から基本5バック変則5バック、4バックは特にこのガリオニール監督、指揮下でよくするのでカラバーカップのミッドウィークピッチ戦でもしていたんですけどもまあボールを長く保持する時間帯はほぼ,ほぼないので基本5バックでピッチ全幅守れていましたで必要な時は攻撃参加をどちらか片方のウィングバックもしていてそして出ていく方法を見つかっていたんですけども。 徐々に前半、印象的だったのが途中から少しウールズの選手たち後ろでボールを持っても余裕を感じるようにはなったんですね、マンチェスシティをプレスはかけていたんですがちょっといつものインテンシテ,テ,ティではなかった。 でアイヌーリが1回、もほぼ自分のゴールラインからドリブルで相手のシティのプレスを回避したそういった姿を見ると、まあ、ウルス、ちょっと自信得られたなという感じだったんですけども,もう本当に基本、守りの時間が長かった中で3センターバックが集中している攻め道がおそらくウルスで一番いい試合をしたのかなと思います。ドクとののの1 1対1のマッッチアップで何度もの 何度も仕掛けのシーンがあったんですけども1対1でよく、えー、その攻めとか勝負してよく守っていました、それからその前にいるレミナとジョアン・ゴメスあの2人、まあ、守備力の高いどちらもボランチの選手ですけどもアラバレスの攻めたいスペース。えー そ,そして前半、マテウス・ヌネスの攻めたいスペースしっかりとついていてもうほぼ満ーでいっていてそのスペースをよく消していましたですがそのアルバレスかヌネスが前線まで上がるとセンターバックに任せます、でそのコミュニケーション、そ,のそういったもうコミュニケーションによる連携もしっかりと取っていました。でそこが えーまあ、ウルズのゲームプランでそこで見えていたんですけどもそこが果たして90分持つのかというゲームでしたが持ちました、持ちましたそれがお見事でした流れをどうにか変えたいマンチェスター・シティですが、まあ、そこで後半、えー、やはりいつものやり方を続けるとチャンスは来るという、まあ、信念を持ってやっていてで最初から前半から どういったところに可能性があるかというと運ぶ選手もいる仕掛ける選手がいるでフリーキックセットプレーを何度も獲得していたでその中で、まあ、コーナーキックとかだったらドーソンなどが跳ね返したりはしていたのでウルズは招致の上でそのコーナーキックそれはクロスボールはなんとか対応できるだろうというプランはあったと思うんですけども結構まあ真ん中の方に直接フリーキックのチャンスはしてありました。 1で一つがアラバレスが見事に、見事に決めてマンチェスターシティが同点に追いつきます、そこからアジャーシティ、今日も勝つだろうと自分もちょっと思ったのですけれども、その後また印象的だった、またすごかったのが、ウルスの出ていて、この試合で一番攻撃的になるその震災を見せた、その後の時間帯、10分間。で マンチェスターシティがビートイークのカラーバーカップでニューカッスル相手に前半ずっとボールを保持していたニューカッスルはほぼ攻めようともしなかっただけど後半からニューカッスルが一気にアグレッシブにいってハイプレスもしてどんどん縦の攻撃をしていたでそこで流れをなかなかマンチェスターシティとして変えられなかったそれを見たからかウルズも同点に追いつかれてから一番攻撃に人数をかけるようになって ちょっとテンポを上げてプレッシャーのインテンシティをアップしてでそれが結果につながりました縦のボールを攻め,の攻める右側に入れて一気に前線4人で並んでいた状況だったそれぞれ全然前半とは違う展開だったんですね前半だったらまあネットが結局ディアスのオンゴールを誘うプレーをしたんだけど一人で仕掛けていたがが上がると 4人が同時に上がって,て、それでまたウルズがついてました、ボールを入れて1回跳ね返されて、ファン・ヒちゃんの足元に来てシュートがディアスにブロックされる、ディアスがすごくいい仕事をしていたけど、ブロックしたボールがどこに飛ぶかというと、クニアの足元、クニアがファン・ヒちゃんに戻してゴール、そういったついてるところもウルズは持ってました。 まあ、隠したほど、世界でどのチームもマンチェストシティと対戦すると、隠したにはなるんですが、隠した相手にすると、やはりシティに勝つには、ちょっとついているところが必要。とにかく、ついていないことがあれば、マンチェストシティが勝つ。そのようなゲーム状況ですが、それはありました。にもかかわらず、シティその後じゃ、流れを変える。 違いを見せるそういったところでフィリップスは投入しましたけどもフィリップスにボールが来るとちょっとプレーが止まるグリーリッシュを投入してそれまでずっと仕掛けばっかりしていたドックとはちょっと違う判断もしてくれるけれどなかなかそれが決定機に至らないなかなかハーランド行かせないという流れが最後まで続いてしまいました。まあ、ガリオニール 監督が前日会見で、えー、我々は保持される持たれる時間帯が多い中でマイボールになった時にカウンターできるか保持できるかとにかくそのうち1つがうまくできていないと痛い目に遭いそうというような話をしていて、まあ、プランしていたことがとにかく最後まで集中力高く、えー、できた。のの最後の方に 私、言ったんですけどもシティの相手としてウルズのできることをほぼ完璧にやれたと思います。マンチェスシティはまあロドリー当然いないベンチにゴアディオルもいなかったこれまでイエローカード3枚もらっていて今日まで公開されなかったというか現地実況者ジャッキー・オートリーという方私、知り合いですがその人が今日 聞いてなぜいないかプレミアリーグに確認してくれたみたいですが今シーズン、どうやらベンチの人、監督などがイ昨シーズンの4枚じゃなくて3枚もらったら累積3枚でベンチを入り禁止処分。 になるんだけどそれ今日になって初めて分かったんだけど、ゴアルデオーラがベンチにいない、その存在がベンチにいないというのは影響しているかというと、試合中に実況の永田さんに聞かれたんだけど、普通ないでしょう、信頼しているコーチ人いっぱいいるし、リーチョーをまあ監督のようにしていて、2試合、指揮を取っていた、ゴアルデオーラが監督だけど、リーチョーが試合のことをリードするということは以前あったから、 大丈夫だろうと私は思ったんですけどももしかして、李條さんが英語に難があるからちょっとそれで修正、ちょっと細かい指示とかそんなスピードに出せないというハードルはあったのかなと負けた後を振り返ってちょっと思ったんですけどもとにかく、うん、いつもの 例えば私が担当したシェフィールド・ナイテッ戦でそこも結局勝ちきったんだけど85分ぐらいのゴールで勝ちきったんですねそれまでにちょっと可能性をずっと感じさせていた相手からするとちょっと嫌な流れになっていたウルースはこのまま集中すれば乗り切れそうな感じが続いていたのがちょっといつものマンチェスシティの怖さ ががないといとう感じがちょっとあっあたのかもしれませんでも、まあ、マンチェスターシティに求められる基準がパーフェクトすぎてみんな人間ですのでこういった日は時々あると思います。ガルディオラ監督が前日会見で4冠の可能性が消えたという話聞かれたらいや別に我々が4冠を狙って戦ってるって言ってないのになって言いましたがまあそういうことですね。 やはり、えー、マンチェスシティが一度でも勝ち点を落としたり負けたりするとえ、なんでなんでってなるのですけども、まあ、人間ですし今回はいつものシティじゃないかもしれないしウルズがいい対戦をしていたいいプランを練ってよくし最後までドーソン、キルマントティ・ゴメスのセントバック3枚プラスレミナ・ゴメス両ウィングバック、セメとアイヌーリがよく集中して戦いましたネットの素晴らしいコンジンキーもありましたお見事でした。ああ そういうことで、すねそうういことで私は、えー、シーズン前にもしかしてシティ36勝1分け1敗で優勝するんじゃないかなという予想もしてましたけどもちょっとね、波乱があった方がプレミアリーグ全体が盛り上がるのかもしれません、マンチェスタシティ、珍しく確かに入荷する戦を入れて公式戦2連敗中ではあるんですがこれで心配かというといや心配はないですね、時々こういうことがあるんです。むしろ ウルズちょっと嫌な流れになった中でリーグ戦、エバートン戦の1勝しか上げていなかったしかも、あの試合で別にいい戦い方をしていたわけでもなかったカラバオカップでイブスウィッチに負けて監督とか一部の選手たちがアウェーまで平日の夜に行ってくれたサポートに挨拶しなかったことがちょっと問題視されていたサポートからするとよろしくないガリオニール監督大丈夫かそのような流れそのような背景も実はあったこの試合で。 勝ち切ったことがウールズにとって本当に本当にでかい意味を持つと思います。はい、ホテルに帰って、えー、もう一試合見ようかなと思います。ベンメイブリでした。